操作ミッション、ファントムへのルートを解放せよ。強化実験ルートと隕石研究ルートか、どっちも物騒な名前だな。けれどいいじゃありませんか、少しは堅穏な方がディスカードの墓標にふさわしい。いやーいよいよだ。豪華なパーティー会場だけど、前にどこかで見かけた人もいるのはちょっと安心するな。でもあのワイルドな VIP の相手はうちのワイルドに任せた方がいいかな。まあ、副社長の相手だね。ちょっとマップ確認してどういうルートで攻めるか考えようか。あーでもこの上のこの人ね、そうだよね、チェズレーとちょっと因縁ある感じだったよね。でこの人はモクマさんだ。でヤシの髪飾りの女性、なんかこの人確かルークのことが気になってる感じじゃなかったっけ。でこれワンメイジャオ、ワンメイジャオは、あでもワンメイジャオハテナってことはもしかしたらメイジャオの双子の兄弟なのかもね。まあ、この人にもチェズレーで行った方がいい。狙え徳田さん、でも狙え徳田さんは犬面が好きなんだったらルークで行った方がいい。てことはここバディ、バディで来た方がいいんだったらここはどう考えてもルーク&モクマだもんね。ほう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 。あでもこっちにワンメイジャオ、わ2人いるんだワンメイジャオ。ってことはあれか、こっちがチェズレーをはめた方のワンメイジャオなのかな。そうだよね、双子の妹って言ってて、こっちが本物のワンメイジャオ、チェズレーに謝罪した方のワンメイジャオだよね。そうだね、なんかここがこの人はルークでしょ、でここもルークで、ここもスイーツを食べてるってことはなんかルークとチェズレーで行くのが良さげな気がするから、ルーク&チェズレーでまず作業着姿の男性からちょっと詰めていくか。ちょうど6マスだしね。ルーク&チェズレー、ファントムは目前だ。え、ボス。いやいよいよだね。じゃあこれでちょっと行けるところから先に埋めていっちゃおうか。飛行機船内パーティー会場エースビル工事業者ウィーヒック。いや酔っ払ってんね。お楽しみのところ失礼、あなたに一つ伺いたいことがあるのですが。あんた、あんたは。いやもうどう見てもチェズレクリティクトーク。なんだよ、俺はあんたに言われた通りやったんだぞ。いやなんかやっぱり関わりがあるんだ。例の仕掛けだってちゃんと用意したし、そう、それにあの塔にだけは屋上にメテオサラウンドを設置してない。いやチェズレーがなんか手を回してたのか。だからもうあの塔の名前を口にしてくれよ。あんたがあの塔の名前を言えば俺はこの恐怖から解放されるんだろう。なんか催眠でも仕込んでんのかなチェズレー。チェズレー、君は一体この人に何をしたんだ。ええ、お察しの通り催眠を少々、ただ少しばかり聞きすぎたようですね。そういうことか。とにかく解放してあげてくれ、辛そうだ。つまりメテオサラウンドの設置工事をしていない塔の名前を君が言えば催眠が解けるんだろ。そうですね。どの塔でしたかね。 A 塔だよね、工事をしてないのは。これは簡単だ。張り合いのないあがぎがぐ。ちょっと待って、もう催眠をかけられてるとかのレベルじゃない、完全に脳みそ破壊されてる。大丈夫ですよ、あなたは間もなく解放されます。最後に一つ情報をくださればね。あなたはお仕事の過程で51階の秘密を何か目にしたはず、それを話していただきたいのです。なんだろう、培養槽が並べられた部屋、その中には1から9の数が振られた培養槽、開かないシャッター、6の培養槽を液体で満たすとシャッター開いた。なるほどね、6の培養槽を液体で満たしたらシャッターが開く。興味深い。なるほど、とても興味深い情報だ。他には、他壊れちゃったね、ちょっと完全に壊れてしまった。これで全てのようですね。ではお約束通り、はあ、治った。あれ、俺あんたらと一緒に飲んでたんだっけか。いやここまでの記憶も全部消えてるんだ。
なんかすっきり酔いが覚めた感じなんだよな。へへへ、もっともっと飲めそうだ。それはそれは。よかったですね。ご苦労でした。良い夜を。いやー、かなり力押しだね、チェズレ。なるほど。6の培養素を液体で見させばシャッターが開く。なかなか興味深い情報でしたね。いや。それより今は、君が彼に何をしたかの方が気になってるんだけど。潜入口である A 棟の屋上にメテオサラウンドを置かないよう仕向けただけじゃなく、例の仕掛けを用意させたとかなんとか、一体何のことだ。じきにわかります。なぜ。全てはディスカード殲滅のため、ほんの少しご協力いただいたまでのこと。ん、何やったんだろうね、チェズレー。まあでも結構もうなりふり構っていられなくなってきてるね、チェズレー。もうよし、じゃあ次行こうか。この白衣姿の男性はちょっとあれだね、今は無視して、さ、このヤシの髪飾りの女性、この人確かチェズレのこと、チェズレじゃない、ルークのことがお気に入りだったよね前。飛行船船内パーティー会場、一般招待客。マジか。あの印象的なシルエットはなんと、あれが一般モニターですか。妙な世の中になったものです。多分ルークで合ってるよね。お願い頼む。クリティカルトーク。おお、よかった。すみません、ちょっといいですか。あら、何言って、そのネクタイ。ねえ、あなたもしかしてハイジャックされた飛行船に乗ってなかった。はい、乗ってました。やっぱりね、ちゃんと覚えてるもの、そのネクタイ。テレビ見てたら歌姫スイのバックダンサーになってて驚いたわ。あ、そうだ、ネクタイを締めてる人が好きなんだこの人。そうだそうだそうだ。ははまあいろいろありまして、あなたも大祭神楽の一般モニターをされてたんですよね。あら、そうそう。話せば長くなるけど、私もとあるプロデューサーにスカウトされてショービズ界にデビューしたってわけよ。初めてのお仕事がエース本社でのモニターだったんだけど、シークレットフロアで。ねえ。で、ごめんなさい、シークレットフロアなんてあなた知らないわよね。いや、51階でしょ。おう、51階にある。知ってます、どうも。なんであなたも知ってるの。フレール P のやつめ、モニター参加者以外のショーマンは知らないって言ってたのに。サワールではなくフレールか。なんとなく血縁者っぽい。あー、確かに体にフレールってこと。三神楽島まともなやついないね、プロデューサーに。まああなたが知ってるならちょうどいいわ。これ、何。あー、バングル。これは白いバングル。このバングル、モニター室に行くのに必要だからってスタッフに渡されたんだけど、モニターに参加した日に間違えて持って帰っちゃって、正直困ってたのよね。ねえ。あなたから適当な人に返しておいてくれない？じゃ、よろしく。モニター室に行くのに必要なんだ。え？これはかなり重要アイテムじゃない？めちゃくちゃありがたいね。そうか、これがないとモニター室にも入れないのか。このバングルがあれば、一般モニターエリアの奥へ進むことができる。お見事。ボス、あんなに言葉巧みにバングリーを渡すよう仕向けて。わざと言ってるよな。僕何もしてないもんな。いや、でもうまいこと言ったね。操作成功。これで一般モニターエリアのドアは突破できると。いや、いいね、いいね。で、次、ワンメイジャーを。スイーツを食べ続けているっていうのがちょっと気になるね。飛行船船内パーティー会場、スイーツコーナー前。うん、このケーキはまあまあね。じゃあ次は。すみません、お食事中すみません、ちょっとお話を。何？今忙しいんだけど。って、あれ、あんたたちの顔どっかで見たような。あー、そうだ、お姉ちゃんが気にしてた怪しいバックダンサー。あ、ワンメイジャーじゃなくてワンビワン。美脚じゃなくて腕が美しい方になってるね。怪しくなんてないですよ。どこにでもいるごく普通のバックダンサーです。いや、ちゃんとこうやってワンメイジャーの妹とかね、名前だけ出てたキャラクターも出してきてくれるんだね。うん、まあ確かにあんたは冴えない顔してるけど。さらっとディスられたぞ。あの、それよりお姉ちゃんって。お姉ちゃん。だからお姉ちゃんだよ、愛しの阪神メイジャーおちゃん。で、やば、チェズレーさんいるじゃん。確かバレてんだよね、この間の件。私のことを沈めたりする。ああ、まあチェズレーを利用したっていう話だよね。いえ、不問にしておきますよ。あなたのお姉ちゃんから謝罪をいただきましたので。お
姉ちゃん。やだ、もうメイジャオちゃん大好き。やっぱ持つべきものは姉だよね。何で、あんたたち何か用なの？私忙しいんだけど。ここはやっぱりチェズレーが担当した方がいいんじゃない？やっぱりクリティカルトークだ。またクリティカルトーク。あ、そうなの？あなたは甘いものが好きなんですね。実は僕も目がないんです。あ、ルークなんだ、ここのクリティカルトーク。何？あんたもいける口？はい、あなたがスイーツの中から特に甘そうなものを選んで食べているのに気づくくらいには。なるほどね、ここはスイーツ関係で攻めるんだ。メイジャーはチズレーに、この子はルークに首ったけって感じか。ふーん、やるじゃん。あ、それじゃああの店知ってる？食べたら白目向いちゃうくらいイケてるお菓子を売ってる店。え、甘々ルールーじゃないの？あ、違うわ、まんじゅう本舗だ。なんかあれだよね、あのハズレまんじゅうとかだもんね。これだ、いけるね。まんじゅう本舗でしょ。白目大福とハズレまんじゅうが有名ですよね。いけるね、あれ、脳がしびれるような甘さがたまんないんだよね。わかります。やだ、この会社で働いて初めて話がわかる人に会えたかも。そうなんですか？あんなに美味しいのに。そうなの、こんなこともわかんないのに重要、情報は重要だとか言って、メテオエリアに監視センサーを2台も設置してさ。ま、あんなチャチなセンサー秒で無効化できちゃうけどね。え？2台の監視センサーを無効化？そう、音波実験室にある音波発生装置の向きを変えるだけ。やばいでしょ。もう少し詳しく教えてもらえませんか？ふふ、いいけどさ、私やお姉ちゃんには迷惑かかんないようにしてよね。音波実験室の時計が指している10時と3時の方向にある設計図に音波発生装置を向けるの。なるほどね。私たまに使ってた、ゆっくりサボりたい時とかね。そうなんですか、情報ありがとうございます。ま、スイーツファンのよしみってことで、そういじゃね。いや、スイーツファンっていうだけでかなりの機密情報を教えてくれてるけど、大丈夫なのかな、あの子ガバガバすぎない？甘いもののことを話していただけなのに、なんかすごい話を聞いてしまった気がする。脳を活発に動かすためには大量の糖分が必要だという話もあります。ボスも摂取した糖分を生かして世界中の監視システムを無力化する方法でも開発してみては？そんなことできたらすごすぎるんだよな。何のために？よし、まさかルークだったとはね。で、次狙え、徳田さんも犬顔が好きだから多分ルークでいいんだよね。なんかここアーロンと来た方がね、良さそうな気はするけど、まあ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 いいでしょう。飛行船船内パーティー会場の報道関係者。やっぱりアッカルド社長は来てないか。何か他にこのバングル以外に見つけないと。そうだね、このバングルをとりあえず狙えとくだから受け取らないとね。まあ犬顔ルークでしょう。クリティカルトーク、合ってるね。あの狙えさん、少しお時間いいですか？あなた、そのポカンとした可愛い犬面、スイさんのバックダンサーね。はい、ご無沙汰しています、ルークです。ねえルークさん、確かあなたはスイさんと一緒にマイカへ行ったんですよね。そして里が失われる瞬間に立ち会った。はい、やっぱり私過去の自分をとても恥じてるんです。記者として一から取材をやり直したい。勝手な先入観が偏った報道を生み、世論が一方的に動いてしまう、その一端を担ってしまったから。ね、狙えさん、やっぱり繰り返したくないんです、私が報道するものとして犯した過ちを。いや、ちゃんとしてるね。マイカの里を悪と決めつけた報道、歌姫スイとルークの熱愛報道はのろけすぎ。そう、あの時の私はマイカの里を悪と決めつけて一方的な報道をしてしまった。根拠がない決めつけは嘘と同じだわ。このバングルよりも真っ赤な嘘。あー、これ手に入れたいね。赤いバングル、すごい色ですね。ねえ、ド派手ですよね。エースのお偉いさんの落とし物なんだけど、メテオエリアってとこに入るための鍵だとか言ってたっけ？狙えさん、よければそれ僕に預けてもらえませんか？え、詳しい用途は今は言いませんが、決して悪用はしません。ですから、ブロッサムやマイカで起きた悲劇に決着をつけるためにもそれが必要なんです。
正直話が読めないんですけど、まあそれはそうだよね。これが欲しいならそれこそ嘘をついちゃえばいいのに、僕が持ち主に届けますとか。え？あ、ふふ、ああもう勘には頼らないって決めたばっかりなのにな。あなたを信じたいって思っちゃってる好みのいずずらだからかも。でも後悔はさせません、絶対にです。わかりました、このバングルはお預けします。でも一つ約束して。あなたはさっき言いましたよね、詳しい用途は今は言えないって。なら叱るべき時が来たら話してくれます？私の独占取材で。いやー、それはこっちからしても願ってもないことだよね、はい、いやー、思いがつながってきたね、うん、このバングルがあればメテオエリアに入れるということは、メテオサラウンドの開発施設を覗き見ることができるわけですね、うん、うん、そうなるな。のんびり見学してる時間はないと思うけど。よし、情報入手、いいねいいね。これで、あ、バディエピソード、ピアノレッスンが解禁条件を満たしました。え、2人でよかったんだ、それはちょっと予想外だったね。皆さん、ちょっとメテオサラウンドに注目したってや。いやー、こんな下りが入るんだ今回は。今この飛行船は三神楽島のど真ん中、操作一辺倒で行けるわけじゃないんだね。人工島メテオフロートの真上を飛んどります。ほら、綺麗に映っとるやろ。メテオフロートっちゅうたら、アッカルド社長がだいぶ前にこさえた人工島ですけども。ほうほうほう。この度その上に塔が立ちましてな、完成したてのピッカピカですわ。これが音波増幅器みたいなものなのかな。何を隠そう、大祭神楽のステージはここなんです。ああ、そうなんだ。人工島メテオフロートは昔隕石が落っこちたまさにその地点に浮かんどります。なんちゅうてもその隕石のおかげで三神楽島が生まれたんでね。おお。すべての起点であるこの場所から三神楽島の融和を祝おうと、それが大祭神楽なんですわ。いやー、言ってることはいいことなんだけどな、これがマジで音波増幅器だじゃなかったらね、いいんだけど。三神楽島の融和か、ちょっと不穏だよね。僕たちは今夜アッカルド社長ファントムを検挙する。いや、ラストバトル感あるね。当然大祭神楽も中止だろうな。いや、でもこれが行われたらね、もっと半端じゃないことになりそうだから。雑念を抱いてる場合じゃない、ディスカードを暴けるかどうかの瀬戸際だぞ。そうだね、これが三神楽島の人たちみんなのためにもなることだから、心を鬼にしてやらないとね。さあ、捜査を進めよう。イエス。ラウンド終了。これラウンドごとにああいうイベントが入ったりするのかな。次ちょっと忍者の装束のやつがバディだったからね、ルーク&モクまでちょっと行きたいね。よそ見禁止です。料理に目がいっちゃってるんだ。ああ、ちょうど白衣姿の男性もね、あれだよね、モクマさんで行ったらいいって言ってたから、ルート的にはちょうどいいんじゃないかな。あの金髪の男、監視映像に映っていた研究者の一人だな。何？ん？おい。君たち、もしかして、水のバックダンサーか？おお。そうですが。ああ、やはりそうか。これは幸運だぞ。それで。聞かせてくれ。失われたマイカの里の話を。ああ、やっぱりマイカの里に興味津々なんだね。かの雨降り隕石を祀る伝統の地。里が爆破され、幻と化した今、その神聖さは逆に不動のものとなった。君たちは里が消える瞬間に立ち会ったんだろう。なんて羨ましい。いやー、これちょっと木馬さんに説教してもらおうか。クリティカルトーク。やっぱり合ってるね。お前さんのような男に道徳を問うのは不毛な気もするが、俺はマイカの出身なんだ。それでも羨ましいなんて言えるかい。何？マイカの出身？本当に？ああ、
すごい、なんて羨ましいんだ。この出会いは運命だ。それで僕はマイカを心からリスペクトしている。腕にタトゥーも入れているんだ。何のタトゥーだと思う？あー、マイカのもんでしょ。これで一つ。そうとも当たりだ。おい、見てくれ、このマイカの門のタトゥー、美しいだろう。悪くないね。なあ、聞かせてくれ、かのマイカ城に入ったことは？あるよ。ああ、羨ましくて震えてきたぞ。僕はね、教科、あ、いや、研究室にマイカ城の模型を置いてとても大事にしているんだ。ああ、教科室って言おうとしたね。教科実験室。それでこの間も脳波登録用 PC のアクセスコードをどこかに保管しておく必要があってメモして模型の中に置いたよ。その瞬間、僕の仕事とマイカの魂とがリンクした気がした。精神的な話は置いといて、機密を随分雑に管理してんだね。まあ保険はかけてる。そのメモの通りに入力しても PC にはアクセスできない。右に一つずらさないとね。なるほど、それなら安心だ。いやでもガバガバで喋っちゃったね、機密事項。これでメトエリア側から生態研究エリアに入る算段がついたってことだね。はい、木馬さんの心中を思うと複雑ですが。いや、ありがとうなルーク。だがディスカードの殲滅はマイカの未来のためにも重要だ。だからそう思えば今の彼はいい情報を提供してくれたよ。うん、いいね、切り替えて考えられてるね。よし、でもいい情報を手に入れられたね。また生態研究エリアで、このまま忍者のところに行きたいんだけど、ハスマリー広告にこだわりがあるってことは、ここはアーロンじゃないと意味なさそうだから、無視して忍び装束の男性のところに行っちゃおうか。飛行船船内パーティー会場、一般招待客。なんでござるか、拙者は今ブロークンハート。あなたはアリシヒの忍者じゃん。ちょうどよかったでござる。アドバイスプリーズ。これは驚いた。どうしたの突然。恋に悩む拙者を励ましてほしいでござるよ。そう、アニメ版忍者じゃん第37話の名台詞のように。ダメだ、見当もつかん。木馬さん、米は一生、愛は一生。ルーク、突然どうし。いいから、米は一生、愛は一生、復唱してください。はいよ。米は一生、愛は一生。ナイスバディ、はい、ルークが詳しいもんね。そうでござったな。拙者としたことが忘れるところであった。米は一生、愛は一生。諦めたらそこで恋は終了でござる。よくわからんが、元気が出たんならよかったね。拙者は忍者ちゃんには教えられてばかりでござる。この島に来て初めての友達も忍者ちゃんのおかげでできたでござるし。どうなんだ、どんな出会いだったんだい？おお、聞いてござるか、拙者と友は一般モニターの会場で出会ったでござるよ。そう、モニター室に集められ初めて脳波計をつけて緊張していたあの時、隣にいたやつと忍者ちゃんの話で盛り上がったのでござる。おかげでリラックスできたでござるが、二人で盾の再現をしてたらスタッフ用のドアが自動で開いて超怒られたでござる。ドアが自動で開いた？拙者たちが脳波計をつけたまま激しい運動をしたから脳波が乱れて安全装置が作動した。なるほどね。確かスタッフの人がそう言ったでござるな。まあさっぱり意味わからぬが、それもこれもいい思い出でござるよ。そりゃいい。そうだね、いい友を得られたんならそれで万事 OK だ。いやー、これもちょっと有益な情報手に入ったね。ありがとうね。フォローありがとうね、ルーク。助かったよ。いえ、とんでもない。木馬さんが忍者ちゃんを演じていたからこその成功です。でも忍者ちゃんを好きでいてよかったな。ありがとう、忍者ちゃん。いいね。ルークってあれだね、ファンの鏡だね。いやー、それは間違いないね。こんだけ好きでいてくれたら忍者ちゃん作ってる人も嬉しいだろうしね。よし、これで一旦終わりだね。バディエピソード、約束が会見条件を満たしました。これバディでしか行けないところに設置してくれてるの優しいね。まあいい感じだ。オッケーオッケー。でまあどこにも行けないからラウンドは終了でいいね。ラウンド終了。またエピソード入るのかな、何か。あ、入らないんだ、もう。で、じゃあ次はどういう組み合わせでいこうかな。でもなんかあれだよね、研究者の人がいたからアーロンで行きたい気持ちもちょっとあるね。
アーロンで行きたい気持ちもあるし、セレブな女性、アニマルな服装が印象的。あ、これもうアーロンで行くところだ。そうだよね。で、ワンメイジャオ、これもこれチェズレーか。行くとしたらこれワンメイジャオがチェズレーで、ここがまあアーロンだから、こことここアーロンとちょっとチェズレーで回ってみるか一回。ここもアーロンだけど、まあこいつもアーロンだから、そうだよね。だからまあ遠慮なく先にここ行ってから次にこの夫婦を攻めたらいいんじゃないかな。機体が揺れたよ。殺すぞ。機体が揺れたようですね。殺すぞは面白いな。飛行船船内。よし、ハスマリーに興味がある研究者、胸クソだけどね。ご覧ください。あちらの女性は動画に映っていた研究者では、うん、あいつか、余計なことしてやがんのは。ここはアーロンで聞き込みでしょ、さすがに。クリティカルトーク！研究だかなんだか知らねえが、くだらねえ。え？なんですって？合体層に選ぶったところで、やってることはハスマリの研究所の残飯あさりじゃねえか。それはなぜそれを。あなたも我々のお仲間ということかしら。そうよ、ハスマリで生まれた崇高な研究、それを蘇らせるのが私たちの使命。叶うことならハスマリへ行き、研究の措置となった空気を肌で感じたい。例の飛行機のハイジャックに乗り合わせたかったわ。そうすればハスマリーに行けたのに。関心、ね、あのハイジャック集団は名前もなかなか素敵だったしね。ハイジャック集団の名前だ。なんだったっけこれ。飛行機をハイジャックしたのは、あ、ハスマリー解放戦線じゃない？そうだよね、ハスマリー解放戦線。見えてんだよ。そうよ、関心、ね、そうよ、いいネーミングセンスだと思う。でも偉大な国の名を掲げておいて、こんな小さな飛行機一つ自由にできないなんて残念ね。さっきから聞いてら筋違いなことばっか言いやがって。あの国が偉大だと、何も体験してねえ頭でっかちのバカだからこそ言えるセリフだ。大きく出るのね、まるで自分は何でも体験してるみたい。てめえよりはしてるさ。俺はハースマリーの出身だ。なあ、あなたが。ねえ、国民から見たあの研究ってどんなものだったの？私思っていたのよ、現地の人なら私たちが知らないことも聞いているかもしれないって。教えて、どんな些細な話でもいいの。あの崇高にして偉大な研究のこと、それを生んだ場所のことを。ただでか。え、知りたいことがあるならそれなりのもんと交換するのが筋ってもんだろ。例えばてめえが知ってるエース本社の研究施設のネタとかな。そうだね、ギブアンドテイクでいかないとね。それは、なんだ、ハースマリーのことが知りたいってのはポーズか。いいえ、私ほどあの国に焦がれている人間はいない。そう、いいわ、そもそもあなたはお仲間のようだから教えましょう。私はエースの研究施設の中で最も厳重に管理されたある被験者を担当しているの。 その両手両足の拘束が解かれたら、フロア全体の緊急制御モードが起動するほどの重要人物よ。彼の手足の拘束を解くパスワードなんだかわかる？わかるかよ。そのたった一つの文字は教科書管理ルームの壁に描かれている。それも被験者がいない一番奥の部屋の監視センサーの下にね。へえ、これが私の知る最高機密。あなたが知ったところで役には立てられないと思うけれど、役に立つか立たねえかを決めるのはてめえじゃなく俺だ。それであなたは私にどんなことを教えてくれるの？ハスマリの人間が例の研究をどう思っていたかだったか。どう思ってねえよ。得体の知れねえ研究にかからずらってる余裕なぞね。あの国の人間はその日その日を生き抜くことで精一杯だ。今も昔もな。それはもったいないことね。いやー、これで納得してくれるのか。何も情報を与えてないけどね、うん、ある被験者の拘束が解かれたら緊急制御モードが起動する。どれほど危険な人物なのでしょうね、その被験者というのは。知ったことか。重要なのはこの情報があればファントムの部屋に勝ち込めるってことだ。おっしゃる通りです。確かに最重要情報かもしれないね、今のは。ファントムの部屋のドア、ああ、
あバディエピソード、意外なアイデアが解禁条件を満たしました。ちょっと驚いて大きな声を出しちゃった。いやここ2人で来てよかったんだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあもうセレブな女性を2人で行く意味はないから、ワンメイジャーに行った方がいいね。ワンメイジャーを。あら、チズレイさんじゃない。ふふ、本当に運命の存在を信じたくなるわね。運命ね、互いの仕事、専門が重なることが。ここの聞き込みは、まあさすがにチェズレイでしょう。クリプトーク。まあそうだね。ひどいわね。野望言わないで、運命の再会に乾杯。恐れ。仕事中ですので、形だけお受けしましょう。なんかね、サイドエピソードでチェズレイとワンメイジャーをちょっと一夜を共にしたみたいな、ちょっとね、大人な雰囲気あったもんね。仕事をね。劇場街、カジノ街、マイカの里、あなたの職場ではいつも何かが起こる。今度はエース本社かしら。あなたがお望みならそうなるかもしれませんね。あら、私の望みなんて聞いてくださるの。そうね、面白い仕事は終わったし、そろそろ潮時かもね。今面白い仕事、答えてちょうだい。ええ、そうよ。エースでしか実現できなかった私の研究成果、お分かりかしら。なんだろう、彼女の研究成果とは、ああ、メテオサラウンドだね。いかがですか。そうね。そう、メテオサラウンド、久しぶりに熱くなれる仕事だったわ。過去形ですか。それなら私の胸が熱くなる話を期待しても良さそうですね。まあ終わった研究に興味がないのは確かね。あとはそうです、ね、立ち入りを禁じられた隣のビルを覗く方法でも研究なさいます。さすがチェズレイさんと言いたいところだけど、もうその研究も終わったの。おや、これは存外お手が早い。ひどいわ、ね、だってお隣さんに入るの簡単だったんですもの。おお、警備ロボットの後ろをついていくだけで入れるなんて思わないじゃない。ガバガバなんだ。チェズレイさんも機会があったら試してみるといいわ。警備ロボットはバラしておいたけれど、組み立てに必要な部品は三角マークの部屋に揃ってるから、これはご親切に機会があればぜひ。なるほど。カジノ王の足の次はエースの最新マシン。華麗な経歴ですね。食えねえ女。けれど、おかげでメテオエリアと生態研究エリアとをつなぐ通路を通る判断もつきました。それで警備ロボットとやらを組み立てて、その後ろを追っかけて生態研究エリアまで行こうってのか。手数は多いですが確実です。持つべきものは敵の中にいる知人ですかね。なるほどね。操作成功。生態研究エリアへの通路、ルート解放。隕石研究ルートはこれで解放されたね。オッケーオッケー。まあでもまだね、太郎芝居とかもちょっと見に行きたいからね。次行こうか。で、組み合わせ的にもうね、アーロンとルークは潜入したら出るっていうのがあのバディエピソードのところに書いてあったから、アーロンとで、アーロンとチェズレも出たってことは、アーロンとモクマしかね残りの組み合わせがないから、この2人で行くのが今回はいいと思うね。やってやるか。いやー、お互いを真に理解できた2人だからこその会話が聞けるかもね。セレブな女性に行ってからの太郎芝居かな。そうだね、そうだね、そうだね。セレブな女性に行ってからの太郎芝居だね、順番は。飛行船船内、パーティー会場、長蛇の列。へえ、こいつはすごい行列だ。みんなこの先にいる女性が気になるのかね。ん、なんだあんたら知らないのか。あれはエースの重役の奥さんだよ。彼女に気に入られたら出世間違いなしだからさ、みんな挨拶に並んでんだ。そりゃいい、エース重役の奥さんか。こいつは俺らとしても見逃せないね。でもワイルドな男が好きなんだったら、ここもアーロンだよね、間違いなく。そうだね。やっぱり面白いんだよな、アロンのクリティカルトーク。なんであんな感じなんだろうな。うわー、すげー関西弁。そうやね、たるよ芝居。次の子はあんたらやな。そうやな。ふーん、ええー、のがおるやん。そのトゲなかなか活かしてるで。まあワイルドさではまだまだうちのダーリンにかなわへんけどな。ダーリン、なんや、牛のダーリン知らんのかいな。牛のダーリンやで。太郎芝居や、最高にワイルドで、最高の肩書き。ここまで言うたら思い出したやろ。牛のダーリンはアッカルドエンタープライズの副社長や。副社長やんね。おう。
匂いでわかる。ワイルドやわ。ワイルドだろう。そうそうそう、牛のダーリンは天下の副社長太郎芝居やで。そうや、ね、昔の三日倉風に言えば芝居太郎、芝居太郎っちゅうてな。あーもう名前までワイルドなんやから、うん、呆れてるね。はい、まあそれはええわ。そいじゃ次はちょいと相談乗ってもらおうか。なんでなんでだよ。だってあんたうちに消えられたんやろ。ええから黙って聞いとき。まあ相談言うてもうちの話やなくて、友達の話なんやけどな。うちの子旦那からもらった金のバングルってのを資料室のどこかで落としたらしいね。金のバングル。そうや、ね、他のバングルを持っとったら創作機能ってのをオンにするだけでよかったんや。バングル同士が近づくとブーブーって震えて教えてくれるかな。けどうち一つしか持ってへんかってん。どうしたらええかな。うち、ああちゃうちゃうちゃう、うちやない、友達の話やで。いやあるあるやね、友達の話って言うて自分の話を喋るっていうのはよくある話やわ。それでどっちでも言えわ。どっかで落としたか覚えてへんのかいな。そんなん言われても、あーなんやねん、記憶力も落としてもう段階な。いけずなこといいな。やもうワイルドなんやから。あーなんか今めっちゃ関西弁で全部喋っちゃったね。要は強化実験ルートで行くにはあの女が落とした金のバングルを見つけなきゃいけねえってことか。友達の話にするあたりかわいいね。それで近くに行けば他のバングルが振動して教えてくれるって話だし、だから強化実験ルートで行くなら金のバングル探してみよっか、資料室でさ。まあこれも簡単だったね、ちょっとね。おお、操作成功。生態圏エリアのドアの扉っぱの仕方はこれで分かったと。オッケーオッケー、じゃあ次はそのまま芝居太郎に行くだけだね。よし、これで全部きれいに回れたね。飛行船船内パーティー会場、エース副社長。さすがに副社長ともなると周りは警備員やお客さんで埋め尽くされてるね。だからこっそり近づくってのはちと望み薄かな。下手なことができねえのは向こうも同じだ。つまんねえこと考えんな。ここの聞き込みはまあそうだね、ワイルドな男だからアーロンだよね、やっぱり。クリティカルドアク、ぶっ飛ばすぞ。ワイルドすぎる。全部ぶっ飛ばしたの本当に。ぶっ飛ばしてそうってねえらどきな。俺は副社長に話がある。こいつ不審者だ、取り押さえろ。面白え、できるもんならやってみな。ちょい町や。ああ町や。あ？ワイルドすぎて惚れちゃったんじゃない？なんやなんや、やんちゃボーイのお出ましか。副社長危険です、お下がりください。あーかまへんかまへん、こんなんでビビっとったらワイルドちゃうやろ。いいやねえやんちゃボーイ、あんたもなかなかワイルドやないか。けどな、言い切ってばかりじゃあかんで。ワイルドガイにとってほんまに大切なことなんかわかるか。ああ、ワイルドボーイにとって本当に大切なこと、おう、野生的であること、ワルでいること、恐れないこと。え、なにこれ、こんなの全然わかんなくない、普通に。でもワイルドガイにとって大切なのはやっぱり恐れ知らずであることっていう感じはするけどね。これかな、合ってる。あーよかった、ワイルドやな。ワイルドだろう。なんかちょいちょいスキちゃんが出てくんね。なんや、分かっとるやないか。ガキンジャズ買いしてすまんかったな。あんたうちの会社に入らへんか。周りのボンクラどもよりよっぽど話が早そうや。冗談は面だけにしときや。俺の面に文句つけんか。調子こきやがって芝居太郎か。ひえ、一瞬アーロンが言ったんかと思った。やってみや、10倍にして返したるわ。ひえ、かまへん、あー気に入った、ほんま気に入ったで、あんちゃん。どうや、本気で俺の身腕にならんか。牛の下の連中ほんまにセンスないねんから。この間も役員会議室に隠し通路作っただけでごっつ渋い顔し腐ってからに。隠し通路、いいそうや、隠し通路ええやろ。バングルのレーザーの光を役員会議室の右目に3秒。なんやねん、めっちゃクールでワイルドな仕掛けやと思わんか。悪くね、あー悪くねえな。いいやせやろ、なんでわからへんのやろな。いやーこいつら本当に情報管理がガバガバ。部外者にペラペラと機密を漏らしやがって。よっぽどお前さんのことが気に入ったんだろ。いいネタ話してくれたよね。これで役員会議室の隠し通路を使えるようになった。せいぜい利用してやるよ。ドキメント、ワイルドな笑み。操作成功。これでバディエピソード出るよね、多分出てくれるよね。どうですか、ルート解放。まあこれで操作は完全に完了だね。
ッケーオッケーオッケー。バディエピソード理由が解禁条件を満たしました。いい感じでいい感じ、うん、やれやれ、もう調べるとこないよね、おじさんもうヘトヘト。そう、イジアルークたちと合流して潜入作戦に移るとしましょうか。そうだね、潜入、いざファントム狩りじゃ。情報は十分集まった。エース本社に乗り込んでファントムを逮捕しよう。いやー、いよいよだ。いやー、いよいよ大詰めって感じ。